ルマニテのロゴルマニテはフランスの日刊新聞。かつてはフランス共産党の機関紙だった。現在は党から独立しているが、フランス共産党とは強いつながりを維持しており、論調も共産党寄りである。ルマニテ社は40%をフランス共産党が所有し、残りはスタッフたち、読者たち、社友たちが所有している。また、 当機関誌の読者の祭典として行われてきた、ルマニテ祭を、現在もパリ北部郊外のルブルジェで毎年、開催している。ルマニテは1904年に、フランス社会党の指導者、ジャン・ジョレスが創刊した。1920年のトゥール大会でスフヨが分裂した。あとは、ルマニテは、共産主義者が掌握し、1921年からは、フランス共産党の機関誌となった。ルマニテは、 フランス共産党と清水を共にしている。1920年代、フランス共産党が政治的に孤立していた時代は、党員の寄付に頼って観光を続けていた。ルイアラゴンは1933年から連載を始め、戦後には、ルマニテの発行する習慣文学誌、レレットル・フランセーズを率いている。1936年、ファシズムに対抗して、 フランスの左翼政党が結集して、人民戦線が結成され、議会選挙に対象して、与党となるトリウマニテは、発行部数も地位も上昇し、多くの知識人が寄港するようになった。第二次世界大戦のさなか、リュマニテは、パリを占領したドイツ軍に発行を禁じられたが、パリ解放までの間秘密裏に観光を続けた。リュマニテの権威と地位は、第二次大戦終了後絶頂に達した。 1940年代末から1950年代、フランス共産党は、左派陣営を主導し、ルマニテも、発行部数は、非常に多かった。しかし、社会主義者を統一したフランス社会党の勢力が、拡大し共産党支持層の多くを取り込んでしまった。ため、1980年代以来、フランス共産党は、緩やかに衰退し、ルマニテの、発行部数も経営も落ち込んだ。 1990年まで、フランス共産党もリュマニテもソビエト連邦の援助を受けていたとされ、フランスの作家、ビクター・ルーパンやピエール・ロレインらは、リュマニテが新聞用紙を無料で受け取っていたと述べている。ソ連崩壊と、フランス共産党の支持者離れは、リュマニテの経営危機につながった。第二次大戦後に50万部を超えた部数は7万部以下に落ち込んだ。2001年、 フランス共産党は、ルマニテ社の所有権の20%を V グ,グループ参加のテレビ局 TF1 が率いる投資家グループに売却した。TF1 は、メディアの多様性を守るためルマニテの一部を買ったと述べた。共産主義を支持する新聞が、私有企業に救済されるという皮肉な状況だったが、編集長、パトリック・レハイアリックは、生きるか死ぬかの問題とこれを表現した。 2001年以来、ルマニテが日刊新聞発行をやめるのではないかという憶測は、なおも続いているが、発行部数は緩やかに増加し、2006年には日曜版、L、ヒューマナイトディマンションを新たに創刊するなど経営は回復しつつある。1930年9月、パリ北西郊外のブゾンにあるサッコエ・バンセッティ公園において、最初のユマニテ祭が開催された。 以後、政治活動や文化活動の場として、ユマニテ祭は毎年9月第2週に開催されてきた。バンセンヌの森など会場を何度か変えた後、1999年からは、ルブルジ,ジェ空港近くの広大な公園を会場に開催されている。2010年には60万人の参加者を集めた、2005年9月のユマニテ祭、フランス国内外の有名ミュージシャンが登場する。 野外コンサート会場、ありがとうございます。